賞王将賞授与式を開催いたします。本日司会を務めます向川女子大学放送部の亀尾七海です。本日はよろしくお願いいたします。王将賞報奨金授与、日本語日本文学科2年沢真理。書道部上田真央。よけもと真理。島田鈴奈。カヌー部日渡しゆきほ。水泳部新井まつり。体操部杉原愛子。バレーボール部宮下真奈子、宮風花。陸上競技部岸野美宇。船田あかり。テコンドー同好会磯村美奈。カヌー部飛び込み練習が終わってからガッとやります。
パリが待ってるから大変ですね。最短で7月にはオリンピックが決まるので、ちょっと頑張っているところです。全てうまくいくように、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。それではバレーボール部の宮下・ビアペアのお二人、いかがでしょうか。自分たちはアンダー23男女選抜優勝大会という大会で3位という結果になったんですけど、その1週間前に関西ビーチという大会で初戦敗退で終わってしまって、自分たちの課題とかもう一度見直さないといけないところを工夫して挑んだ大会だったので、そこが自分たちの思い出だった大会でした。ありがとうございます。全国レベルの技術や技能を得られておりますが、ここまで長年続けてこられた秘訣などを教えてください。また今後の抱負などを教えていただければ幸いです。では体操部杉原さん、いかがでしょうか。私は4歳頃から競技を始めました。始めたきっかけは兄弟が兄と姉がいて、で姉が先に始めていたので、それを見て楽しそうだったから始めたのがきっかけです。ここまで続けてこられた秘訣、まあ、やっぱり自分自身もこう長年約20年間体操競技だけをしてきてるんですけど、もちろん辛かったりこう大変なこともあったりしたけども、それでもやっぱり心の底から体操が大好きで楽しいから、こうやってまだ続けられているんじゃないかなと思います。で今後の抱負としては、4月から向林女子大学の中高生の強化コーチに就任させていただいたので、その社会一社会人としてきちんと責任を持ってこう強化にきちんと貢献できるように、自分自身も、まあ、競技はまだ続けているので、見せて教えながらとか、いろいろたくさんコーチの勉強とか、今資格とかも取って合格とかもしているので、そういった学び続けて頑張っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。オリンピックとね、東京オリンピックの問題をね、はい、全体のムードメーカーみたいな、それから日本の選手の活躍に貢献したので、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ここで、ね、はい、ね、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。代表の書道部、余計本真理さん、よろしくお願いいたします。この度は大川原学院長賞に選出していただいてありがとうございます。受賞のお知らせを伺った時は本当に驚きの気持ちしかありませんでしたけれども、次第に喜びと感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。私は中学から音楽で計8年間学ばせていただいております。スポーツ並びに文化活動に対しても、積極的なご支援をくださる先生方、またこの恵まれた環境のおかげで私は書道を今まで続けることができました。このような機会を与えてくださって本当にありがとうございました。以上で私からの謝辞といたします。
次はバトンチアリーディング部によるセレブレーションダンスです。バトンチアリーディング部の皆さん、よろしくお願いします。終了いたします。ありがとうございました。